青いエンゼルス。あ、4点リードしてたのに4点リードされちゃった。ガチでピオを逃しそう。ドジャゴンズの中継ぎ、しかし見事に打たれるもんだね。一番 DH が大活躍やな。点差ついたし意味のないホームラン期待。意味のないホームランの確率が一気に上がったな。 W 大谷、ワールドチャンピオンのために移籍したのに。ブルーエンゼルス、ドジャースのリリーフもお前さんたちになったんか。パドレスと D バックスどっちも勝ってますぞ。意味のないホームラン定期。このまま V 一したら V やねん以上に煽られるけど、リクエスト何回も通るし、今日の審判はレベル低くないか。まあ悪いのは投手だけど、大谷が打ってればと思ってしまう。フィリーズさん、今日もドカスクジョーズアス。 D バックスとパドレスに抜かれるだろうな。シュワーバーの弾道ってなんであんなスカッとすんのやろ。ご視聴ありがとうございました。